はい、レオンです。今回はね、この FireHD8 プラス 64GB の方で、この Google Play Store の方から YouTube アプリね、ダウンロードインストールやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。こちらですね、 YouTube、 もはや説明不要のアプリですがね、こういった感じで説明載ってますけどね、このアプリについてっていうふうに、こういう感じでちょっとインストール、ダウンロードインストールやるんで、 28.45MB のうち 49% 早いですね。やっぱりこの FireHD8 Plus ね、メモリが 3GB なんでね、めっちゃ早いですね。ダウンロードも終わってインストール中ですね。今もうちょいで終わると思うんで、CPU は、クワッドコアですね。開く。確認。こちらですね。ホーム。YouTube。ログインのあれが出るんで、ちょっと。レオン。あ、これ白でもいいんだけど。間違えた。設定の方ちょっとここだったらいいんだけど、全般カラー、ダークテーマありますよね。一番上ダークテーマ、画面の反射を抑え夜間に視聴しやすくなりますということで、あ、こっちの方がいいですね。ダブルタップで早送り巻き戻し10秒5秒10秒、これですね。これで、ま、右は早送り、左は巻き戻し、これの何秒間隔で戻したり 早送りしたりできるするかっていう設定ですね。10秒でいいですかね。そのデフォルトで、ちょっと登録チャンネル誰かの見ますか。まだ2分しかないからね。もう大統領選挙のばっかりやってるな。今トランプ結構不利みたいですよ。バイデンがもう大手をかけてるんで、結構時間かかるみたいですよ。トランプなんかこの票はなんかね、特にあの今コロナ禍だから、なんていうの、郵便投票とかもあるから、この郵便投票なんか不正が行われてるみたいな感じで、なんか全投票なんか中止して、なんか裁判に持ち込むとかなんか言ってるみたいなんだけど、結構あの不動産王だから、元があのトランプタワーとなんかゴルフ場持ってて、もう一箇所なんか めっちゃでっかい屋敷みたいなの持ってて、なんかめっちゃ負債が、トランプタワーが50億ぐらいだったかな、そのでかい屋敷、あ、ゴルフ場も結構50億結構負債抱えてて、なんか大統領今度なれなかったら国外逃亡もあり得るって言って、なんか逮捕されるとかなんか言って、なんか脱税とか、なんか所得税もなんか10年ぐらいかな、ちょっと分からんけど払ってないとか、なんかいろいろ報じられてるんだけどね。俺はどっちかってトランプの方がいいですね。この人はあのバイデンはね、前大統領、オバマ大統領の時の副大統領だったんだよね。あんまり印象ないんだよな、オバマが目立ちすぎて。副大統領ってのはあんまり表に出ないからね、そんなにまで。やっぱ大統領の方が目立つから、いろんなあの声明とか発表とかそういったのが、大統領だからね、副大統領はあんまり目立たないからね。誰の身をちょっと決めてなかった。ちょっと時間あるからまだ4分。あのスマホもね、あのアームに固定してるんだけど、真上から撮れるように、あのいつもホームボタンはね、左側に向けて撮ってたんだけど、あれで撮ると、あの撮ったやつ
あの縦になってて、横画面にしたらね、縦になってて、あの編集で画面回転いつもやってるんだけど、これホームボタン右でやると分かってたんだけどね。でこっち重心の関係で左の方が俺良かったんですよ。やっぱりね、右側の方、ホームボタンを右側にして固定して撮った場合は、その横でやったらそのまま撮れてるんですよ。回転とかの編集で回転なんかもやる必要ないから、前からこれ分かるんだけど、ちょっと重心の関係で俺左側が、あのホームボタンのところが重いんですよ。やっぱりホームボタンの偏ってるから、まあ、ただそれだけのことなんだけど、ちょっと誰の見ようかな、ちょっと迷ってるな。野郎の見てもしょうがない、まあ野郎のでもいいんだけどさ、女の、どうせなら女の子のやつ見たいんで、誰の見ようかな、ちょっと、YouTube やっぱいいっすよね。イリアマンナ行ってみようか。チャンネルを表示。いいっすね。動画。あ、これじゃない。動画。一番新しいの見てみようか。これ行ってみようか。適当に。あ、小さいな、なんでだろうと。なんでこれ合ってる？今のこれだったよな。これか。48だったね。これ Fire HD とかね、1280、720p までしか対応してないから、解像度も 720p までしか選べないんですよ。アンニンの動画久しぶりに見るな。重心がちょっと難しいんだよ。これいつも左にホームボタンに慣れてるからさ、こうやって動かすとピョークが今度またね映らなくなったりするから、重心がやっぱりね、いつものやつがいいけどね。いいか、これでピョークも映したいんだ。やっぱり今日ちょっと今から撮ってるんだけど、俺何時だ今、18時半ぐらいか。かわいいな。いくつか撮らないといけないから、これでもね、これスペイン何語かこれ分からんけど、イタリア語かな、分からんけど、この外国語勉強してる人なんかいいっすよね。この字幕も載ってるから、こうやって今アンニンが喋ってるこの外国語に表示されてるから。イギリス語、イギリスだったかな、イギリスに留学してたよね。とっても美人でしょう、ヒリアマンの。まだ23ぐらいじゃないか。綺麗な顔してるね。AKB で一番美人なんで。アンニンだけ見てもあれだな。この動画も面白くねえな。メキシコ。これちょっとやめよう。つまらん。これできないのか。ピクチャーインピクチャー。待ってよ。これで、あ、これピクチャーインピクチャーできないみたいだな。あ、設定で変えられるのかな。イリアマンナはこの辺にして、別の人の動画ちょっと見てみようか。星の水切ってみるか。最近から見てるんで。
水黄色ね。これ2つは見たんだよな。あ、これ下のやつから見たけど、これ HD バージョンなんだよな。オープニング動画完成まで見たんだ。あ、こっち行ってみようか。ちょっと時間長いけど、星野瑞希の女子力アップグラビア、うん、グラビアンエクササイズってやつ。皆さんこんにちは。何分だ？10分。今回は飛ばすからショートバージョンでやるから、また改めてね。あ、予告だ。これ B のやつだな。俺最初のやつが良かったんじゃん。改めて見るからね。これは今回はショートバージョン、飛ばしてショートバージョンでやるから。お家でできるエクササイズをご紹介します。一押しのグラビアアイドルなんで、俺のグラビアとエクササイズを合体させたエクササイズを、天然入ってるけど、この子とっても憎めないキャラなんで、ほんとおすすめのグラビアアイドルです。24歳。こういう子は年取らないよね、あんまりね。もともと顔も老け顔というか大人っぽい顔してるから。あ、いいね。皆さんも多分汗とかかくと思うんで、自宅に行った方はバスタオルとかを引いてやってみてください。スタイルもいいからな。じゃあ始めていきたいと思います。脱ぐのか。ナイキ。私が普段本当に使ってるあのトレーニングウェアを着てみました。うん。どうしてもやっぱりおっぱいに目がいってしまうんだけど、いやらしさがないよな。他の巨乳の女なんかはね、いやらしさ満載なんだけど、この子は全然そういったのはないから不思議なんだよな。ほんと癒し系で、こうやってやってもさ、胸強調してもさ、全然いやらしさは感じないよね。ほんとに清潔感のある子で、こういう真面目な子が好きなんですよ。なるほど。なるほど。飛ばそうか。ちょっと時間長いからこいつの今回。おお、これすごい。全然いやらしくないでしょ。あ、これ結構鍛えられるっすね。お尻の筋肉つくんじゃないですか。腰もね。うん。なるほど。あ、きついぜこれ。これも太ももに効きます。円を描くようなイメージ。この子は普段から鍛えてるよ。で、鍛えてるか鍛えてないか、鍛えてないか分かるのに、あの腹筋見ればすぐ一発で分かる。腹筋鍛えてたらね、他のところも鍛えてるからね、大体。腹筋が一番きつい、大変なんだよ。腹筋から腰あたりとかね、にかけて。大変。もういい。そういう時は、おめえもいい。考えてみました。なので皆さん、最後まで。あれ？なんで？ちょっと肩幅に。あ？意味がわからん。なんでこれ？時間戻ってんのこれ。は？はい。意味わからないんだけど。あ、なんだ？意味わかんない。広告？え、なんて？楽天一番アプリを利用する。いや、全然聞き取れない。楽天一番アプリなら楽天ポイントが 1.5。片方が逃げないって。ちょっと時間が長いね。14分仰向けポーズ編。続きまして、仰向けポーズのエクササイズいきたいと思う。時間がないかな。これまた、これはここに効きます。内もも。じゃあまた脱ぐの。エクササイズになると、あれ、なんでおかしいな、これ戻ってるんだけど。
それで、うん、タグラポーズからのエクササイズは肩こり解消のに取れるってすごい一石二鳥だと終わりだ、もういいわ。自分の動画ちょっと見てみるか。自分の動画これですね。自分の動画ね、最近自作 PC もやってるから、これクーラーのやつね、噴霧器とか、これ業務用クリーナーとか、いろいろバイスシティとか今ね、こうやってバイスシティとか上げるともう続けて俺上げたいから、こうやって間に入れたくないんですよ、他の動画なんか、開封動画なんか入れたくないんで。だからリバティシティグランドセフト、リバティシティストーリーズも全部とっくに終わってね、 PC の方に保存してるんだけど、だそれを上げる前にね、この今撮ってるんだけど、 Fire HD8 プラスとか、クーラーのエアコンの掃除清掃とか、いろいろこういった自作 PC のもろもろいろいろ撮ってるんだけど、水槽のやつとかもうほとんど上げるのほとんど上げ終わって初めてリバティシティストーリーズ上げるんでね、こういう感じっすね。はい、以上にしたいと思います。今回はね、この Fire HD8 プラス64GB 2020で、このプレイストア、 Google プレイストアの方からこの YouTube アプリダウンロードインストールして、早速 YouTube の方で登録チャンネルの動画視聴してみました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。